いや、まず、そもそもそんなことないんですよ。うん、浪曲なんかもう全然今誰も聞いてなくて、もう全然人気がなくて、もうどうしようもない、滅びかけてるみたいな。いや、まずそんなことないんですよ、実は今。なくなってきてるんです。いや、ほんまに。どうも、浪曲師の京山浩太です。いや、まあ本当になんかそうで、お客さんも、自分が10年前入った、入門してから、思うと結構後輩みたいな子も出てきてくれてますし、なんかいろんな活動、いろんな会を東京とかね、九州から、いろいろ主催してくれてる人、大阪はもちろん、してくれてる人も出てきてるし、もちろんもうブームでっていうのはまだ早いですよ。まだこれからもっとやと思うんやけど、なんかほんまにあときっかけ一つって、なんか火つくんちゃうかなみたいに自分は思ってるんですよ。ほんまになんかのきっかけ、誰かが、ポンと売れるとか、なんか話題になって、ほんま、あともうほんまに2、3年のうちとかでなんか、ちょっとしたブームみたいなの来るんちゃうかな、みたいな気はしてるんですよね。まあ、自分自身がまず10年前に、なんか浪曲って最初知らなかったんですけど、ずっと音楽、ロックとかジャズとかやってたから、浪曲はもう聞いたこともない言葉やったんやけど、でもなんかこれ、なんか将来ありそうやな、みたいな、なんか、ポンってくるかもなみたいに思って浪曲師になったみたいなところもあるんですよね。ほんで他の三大和芸って一緒にね言われてる落語講談の方とか、講談なんか神田伯山先生でね売れたでしょ。ほんでなんか漫画とかにもなったりしてるんでしょ今講談の。ほんで落語なんかねもう昔から笑点の方たちもいらっしゃるしね、鶴瓶師匠とか、さんま師匠とかね、まあ落語そんなにしてないかもしれへんけど、まあでも、鶴瓶師匠とかはね、落語今も されてるし、関西で言ったら、桂二葉お姉さんとか今、富士テレビのね、ぽかぽかの水曜日レギュラーとかなってて、まあ、それなりになんかね、三大和芸なんですよ、同じ落語、浪曲、講談で。二つ来てて、浪曲だけ、ブーム来へんわけないやん、逆に。絶対そろそろなんかあると思うんですよね。あ、じゃあ、どういうきっかけがあったら売れるか、ブームになるかみたいなの。それはまあなんか、わからへんと思うんですよ。思いもよらへんところから、なんか気がついたりとかもするかもしれへんし、それはわからへんけど、まあ、それぞれ浪曲師がね、そういうふうな思いを持って活動していくっていうのは大事だと思うし、自分自身はやっぱりこう、古典、しっかりやった上で新作とか作ったりとか、でまあ、ね、浪曲以外の世界にも、浪曲広めるためにはね飛び込む必要があるなと思ったから自分は。でお笑いとかやってお笑いライブ出て R1 グランプリとか出てでやってるわけですけど、ただまあ誰か一人のおかげできっかけで業界がもう根底根本的に解決するみたいなことはもう絶対ないんですよね。いろんなタイプの演者が出てきて競い合ってお客さんも絶対いろんなタイプの演者がいる方が応援もできるじゃないですか。なんかみんなはあの人はあの人ファンや言うてたけど俺はやっぱこっちのやつの方が好きやなとかなんかちょっとしたなんかねなんかまあ派閥とは言わへんけどこう応援しがいみたいなのも出てくると思いますし、でもし誰か一人がもしポンと売れれても後が続かへんかったり後に人おらんかったらそれはもうその人のブームで終わって浪曲ブームじゃなくなるじゃないですか。だから、まあ、いろんなタイプの浪曲師が出るっていうのは非常に大事だと思うし、あんまりまだ東京でお会いしてない人も多いんですけど結構東京の方とかは特に新しい弟子の方とか新人の人が増えてきてるみたいなのもあるから、また自分は思いつかへんかったような浪曲をする人が出るかもしれないじゃないですか。楽しみやなと思いますけど、自分自身のモットーの一つで新作を書くとき他の人が思いつきそうな浪曲やったら、思いついてももう捨てるんですよ、それ。自分しかこれ思いつかへんやろ、みたいな。これやる浪曲師おらへんやろ、他にって。ちょっと自信を持てるものしか自分書かないようにしてるんで、これやったら他の人でも書きそうやなと思ったら書かない。そういう風になんか、自分の色みたいなものを持った浪曲師がどんどん出てきたら、面白いと思いますしね、見てるお客さんも、こっちも負けへんように頑張らなあかんな、みたいな思うし、どんどん、出てきてほしいなと思いますよね。で、思うのが、もちろん自分の舞台見に来てほしいし、そういうのためにアピールとかしてるわけですけど、自分だけを
見に来てほしいってことは本当になくて、あのなんならむしろ見に来てほしいけど、もうどんどん他の、まあ、寄席とかでもね、いろんな人一気に出るし見れるし、どんどんいろんな浪曲を聴いてもらいたいし、その上でですよ、いろんな浪曲聴いた上で、あでもやっぱり京山幸太がちょっとなんか好きやなっていう風に思って言ってもらえたら、もう何より嬉しいですよねそういういろんなもの聞いた上で好きでいてくれたら、ほんまに好きでいてくれてるってことだと思うし、めっちゃ嬉しい。そう思われるように自分の色みたいなのもね、ただあの師匠のマネだけじゃなくて、出していかなあかんなと思ってます。だからぜひ浪曲師も、あの三味線の曲師さんも、もっといろんな人入ってほしいから、どうですか、まだ結構あの我こそはみたいな人、浪曲界入ってみたらどうですか。関西なんかまだ少ない、特に三味線の曲師さんなんてめっちゃ少ないから、あの注目してもらいますよやりがいあると思いますよ、ということで、ぜひ入って一緒に競い合ったりとか、まあ別にお客さんもね、あのいろんな人見て、その上でさらに応援してくれたらむちゃくちゃ嬉しいし、まあでもまあまあいろんな人がちょくちょくだから出てきてるから、あの全然やばい、浪曲界やばいぞっていう、衰退やばいぞみたいな、もちろんね、まだまだやけど、うん、やばいぞみたいな状況じゃなくて、これからなんか面白くなると思いますんで、皆さん見に来てください。ほんなら今日もお笑いライブに出てきます。ほな。